エクスタシーレコード。株式会社エクスタシーレコードは、日本のミュージシャンであるヨシキによって1986年に設立されたレコード会社及びインディーズレーベルである。日本のロック、特にビジュアル系ロックを広く世間に広めた先駆的存在である。本社は東京都渋谷区広尾のエビスプライムスクエアタワー11階にあった。レでデスルームのジョージなどが 取締役などの職についている。東京ヤンキースの梅村総一郎も、生前、取締役であった。日でも生前は、制作部長を務めていた。多くの人気を博したビジュアル系、ロックバンドが所属していたことで、前世紀は、東のエクスタシー、西のフリーウィルとも呼ばれていた。フリーウィルとは、カラーのダイナマイトとミーコと、富岡博が設立した音楽プロダクションである。 2000年にメジャーレーベルのエクスタシージャパンとエクスタシーレコードインターナショナルが発足した。1985年、インディーズで活動していた X、現在の X ジャパンは、レコードのリリースを目指していたが、レコード会社からのオファーがなかったため、自らレコードをリリースすることになった。レコードを発売するための知識が全くなかった。リーダーのヨシキは、レコードのプレス工場、 印刷工場、出版社、社食工房、レコード店などを直接訪ね歩き、レコード制作から販売ルートまでを一から学んでいった。レコードの制作費用や売り上げの管理、税金の申告には、会社組織が効率的であるとして、休眠状態となっていた吉木の実家のご復会を業務変更して1986年4月にエクスタシーレコードが設立された。同時に、 X のオルガスムをリリース。インディーズを扱うレコード店に直接電話で掛け合い、店に置いてもらった。また、レコードの宣伝広告に関しても、雑誌社や反下屋を直接訪ね歩いて、掲載にこぎつけた。あとに、X のローディーをしていた、レーデスルームや、ルナシー、東京ヤンキース、グレーラが続々とインディーズデビューを飾った。その後、メジャーデビューを果たすこととなり、 ビジュアル系バンドのメジャーへの登竜門的存在となった。2000年にレーベルの設立15周年を記念したコンピレーションアルバム History of e x t a s y 15th Anniversary をリリースするが、これ以降はレーベルとしての活動が失速気味となる。2003年初頭以降オフィシャルサイトの更新が途絶え、サイトは存在するものの事実上活動を停止した。 しかし ,extasyrecords.co.jp のドメインは、毎年、株式会社エクスタシーレコード名義で更新されている。エクスタシーサミットは、デイデスルーム、ルナシーなど、エクスタシーレコード所属のバンドが一堂に会して行っていた、ライブイベントである。1988年に、大阪のライブハウス、バーボンハウスで最初に行われた。 その後、メグロ名館を中心に定期的に開催され、1989年9月に渋谷公会堂、1991年10月には日本武道館、翌1992年には大阪城ホールと日本武道館で行われている。イベントの模様を収めたビデオや書籍もリリースされた。これ以降は、ヨシキがロサンゼルスに活動の拠点を移したことや、 ババンンンドドのののメジャーでで活躍ななななどで個々のバンドが忙しく、くり、イベント開催は行われなくなった。エクスタシーサミットでは各バンドのメンバーが入り混じってのセッションも行われた。1992年10月31日の日本武道館ではドラマーにマヤ、ルナシー、ベースにジョージ、デーデスルームと荒山、東京ヤンキース、ギターにすぎぞ、ルナシー、ノリ、東京ヤンキース、 ケン、PATA、XJAPAN、ヒデ、XJAPAN、ヨシキ、XJAPAN。ボーカルに、梅、東京ヤンキースと都市、X、XJAPAN というメンバー構成で、バンド名、サイレントイアラシーズとして、X の楽曲、X を演奏した。以下はこれまでにエクスタシーレコードから作品をリリースしたバンド及びアーティストの一覧である。正式名称、アンダーグラウンド、 ガレージ、アンダーグラウンドガラージ。1993年にディープがポップパンク専門のレーベルとして本社内に設立。よしきとメディアファクトリーの共同出資で1999年8月27日に設立されたメジャーレーベル。数組のバンドやソロアーティストをデビューさせたが、事業的には軌道に乗らなかったらしく、ここ数年は事実上の休眠状態。 ヨシキがロサンゼルスに設立したアメリカにおけるメジャーレーベル。エクスタシー・ジャパン同様、数組のアーティストをメジャーデビューさせたが、その後2007年まで休眠。アメリカ国内においての流通は、ワーナー・ミュージック、米国法人に委託していた。エクストシー・レコーズ・インターナショナルをアメリカ国内で商標登録しようとしたとこ、エクスタシーと似た音を持つものがあったなど様々な。 理由で2001年2月に米国特許商標庁から登録を拒否されている。2007年に映画カッタコムズオリジナルサウンドトラックをエクストシーレコーズインターナショナルより発売。また再結成した X ジャパンのマイスプイスの視聴の際のレコード会社の表記ではエクスタスレコーズインターナショナルと表記されている。 IV 全世界同時発売時に設立されたレーベル。理由は不明だが、日本版のみ、ノークレジットである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。